ヒエロニムス・プレトリウスは北ドイツの後期ルネサンス音楽の作曲家、オルガニスト。有名なミヒャイル・プレトリウスとの血縁関係は不明である。ハンブルクに生まれ、生涯のほとんどをその地に過ごす。父親で作曲家のヤーコプにオルガンを学び、その後ケルンでさらに研鑽を積む。1580年にエアフルトでオルガニストになるが、1582年には、 ハンブルクに戻ってしまう。ハンブルクに戻ると、父親のオルガニスト女子として、聖アコビ教会に仕え、1586年に、父親が没すると、終身オルガニストに就任した。1596年に、グレー人間に行き、同地で、ミハイル・プレトリウスや、ハンスレイオ・ハスラーの面識を得る。おそらくこの時期に、両者の音楽に親しみ、そこから、 同時代のベネツィア学派の作曲手法を熟知したらしい。ヒエロニムス・プレトリウスはいくつかのミサ曲と、十曲のマニフィカと、そして数多くのモテットを作曲した。好んで、ラテン語のテクストに曲付けしている。作品のほとんどは複合商用式によって作曲されており、北、ドイツにおいて進歩的なベネツィア学派の様式が使われた最初の作例となっている。 8セーブから20セーブが合唱に使われるが、それは2つから4つのグループに分割される。これらのアンサンブルのために書かれた曲の量や難度から、察すると、作曲者自身は上演にあたってよく訓練された、磨き抜かれた音楽家を用いたに違いない。ヒエロニムス・プレトリウスは、ベネツヤ学派による作曲という点では、進歩的であったものの、ラテン語の歌詞を利用し、 同時代の他のドイツ人作曲家が熱心に学んだ、通奏低音を避けたという点では、保守的であった。声楽曲のほとんどがアカペラ様式で作曲されている。ヒエロニムス・プレトリウスは、オルガン伴奏付きの四声帯のドイツゴコラール州を編集した最初の作曲家であり、その響きは数世紀にわたって、プロテスタント教会の基準となってきた。 この曲集に収められた曲はハンブルクの4つの教会から集められたが88曲のうち21曲はヒエロニムス自身の作曲である。現存するオルガン曲のうち9曲がマニフィカとの編曲であり、それらは低戦率を用いて著しく大位法的に書かれている。ありがとうございます。